ろしくお願いしますね。よろしくお願いします、はい、お願いします。はねるちゃんは初登場ですかね。はい、はい、どういった活動されてるんですか、あなたは。喫茶店の店長、一応やってることにはなってるんですけど、まああまりそちらの方の活動はしていません。うん、やってないことを聞く時間じゃねえのよ。やってることを聞きたいのよ。しいて言えばおしゃべりをしたり。あなたあれだろ、分かったよ、あなたあれだ、まだ歴浅いだろ。そんなことない、もう2年ぐらい。2年やってるか。あ、2年やってる。はい、あ、そっか。そうなんです、なんかこうここでこう簡単に説明しづらいような活動ばっかりしていて。あ、そう。はい、ゲームもそんなに上手くないですし。あ、まあいろいろやってるわけね。はい、はいはい、よろしくお願いしますね。よろしくお願いします、はい。メリーミルクちゃん、お久しぶりですかね。おー、久しぶりです。ちっちゃいな、相変わらず。そんなことはないですよ。おー、何センチなの。125センチですよ。それ、はい、今、はい、作った。違います。実際125センチなんだ。そうです。あ、そっか、そっか、伸びないんだね、そっからね。伸びないですね。そっか、 VTuber なので。あ、はい、ちっちゃいね。あ、いやいや、ちっちゃくていいよ、可愛らしいですよ。ありがとうございます、うん、はい、シロちゃんは、はい、なんかありましたか、最近。もう、こたつから出られなくて。あ、こたつだったっけ。そうです。なので、もうあの YouTube とかの動画で、あの金太郎飴をひたすら作ってる動画を見てます。あー、面白いの、それは。めっちゃ面白い。だって金太郎飴ってこれぐらいのサイズじゃないですか。でも作っていく過程って、こんなもうエイジの胎児ぐらいの大きさなんですよ。なんですか、エイジの胎児って。そのなんか白にも分かんなかった、ちょっと。なんですか、そのなんか急に陰踏んだ感じで。エイジなんで急に陰踏んだんですか、エイジの胎児って。エイジ気に入っちゃったならさ、あ、このネタあげるからさ。エイジの胎児はいいよ。うん、エイジの胎児いいね。優勝したい。いいよいいよ。たまにやっぱジジイか胎児みたいかって言われるからね。こんなにさ、粉マイキのジジイ見たことある。なんで粉マイキって。エイジの胎児ね、はい、よろしくお願いしますね。 Do be continue。 はい、それでは本日もご視聴ありがとうございました。この動画が面白かったという方は高評価を、ついでにチャンネル登録もお願いします。皆様のおかげで投稿動画500本突破。これからも超人女子戦士ガリベンガー V をよろしくお願いします。